レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアスエイト、ドゥア、アクアスエイト、木八。この番組は栃木県那須塩原市疎水スクエアアクアスにあるスタジオアクアスより。Facebook の方生でお送りいたしております。 YouTube の方は、録画になりますけれども、ただいま収録です。ちょっとかぶってた。ああ、はい。すみませんね、はい、細かいこと確認してませんでした。はい、はい、ということで、ということどういうことだったんだろうね。はい、ということで、今週も担当は私、DJ トムと、はい、コウさんです。はい、クーちゃんです。はい、iPhone はワコです。はい、そして、今日のゲストは、もうこのなんていうんですか、雰囲気からしてなんとなくわかりますかね。ちょっと難しいお仕事を、難しいっていうか、なんて言ったらいいんですかね。はい、パソコンとかを使ってね、はい、お仕事してる。まあ、パソコン使って仕事してるとうちもそうかみたいな感じだけど、ちょっと全然こう硬さが違うみたいな感じのね、UI システムの、鈴木さんにお越しいただいております。こんばんは。お願いします。レディオアクアス、那須野ガーラピープル。ということで、じゃあ簡単に自己紹介からお願いします。はい、はい、私那須塩原市の関谷っていうところ、旧塩原町なんですけども、こちらで、事務処理系のソフトウェアの開発をしております、はい、UI システムの鈴木と申します。よろしくお願いします。事務処理系のソフトウェア開発って、はい、どうですか、想像つきます？全然わかりません。多分一般の人が多分それが一番わからないところですね。一番苦手とする部分ですね。まあ苦手な人が多ければ多いほど仕事になるわけだからだ。でも具体的にはそのソフトウェアの開発とかっていうとこう。パソコンの画面に向かって、はい、っていう感じなんですか？そうです、はい、もう画面でプログラムを組んでいく、そういう世界ですね。でも、まあ、今までにもなんかあちこちで何回かお会いしたことありますけれども、どっちかすとなんかなんていうそういう、ね、プログラマー屋さん、どっちかすとあのオタク系みたいな感じあるけど、営業っぽい感じもあるじゃないですか。はい、そうですね、もうほぼ昼間は営業ですね。夜になったら開発っていう感じで、ね、帰ってから開発、昼間開発したことほぼないですね。そういう世界でやってますね。はい、仕事を取ってきてから家で作る、内職とかなんですよね。寝不足とか大丈夫なんですか？寝不足はね、そうですね、とりあえず6時間7時間寝ればっていう、それぐらいは寝るぐらいのようで。じゃあ、はい、まあ6時間取れてればね、はい、まあそうですね、大体、はいはい、12時次の日にならないぐらい程度に仕事を終えて、そんな感じですね。でそのまあここからちょっとあの分かんない言葉も出てきてしまうかもしれないですけど、そういう開発っていうのは普通のパソコンでやるんですか？そうです、はい、普通に家電屋さんで売ってるパソコン、家電屋さんでそういうのであのデルとか NEC 富士通ですね、そういった普通のパーソナルコンピューターと PC ですね、はい、それで開発をしてます。昔ですと専用機っていう形であったんですけども、はい、普通にもう勘定奉行とかですね、こんな感じのマルティ、そういう感じのソフトですね。あの勘定奉行とかだとあれですよね、ああ見たことあるっていう、あここら辺だとあれですかね、あとなんだっけ、弥生シリーズとかが多いのかな。そうですね、
あ、要するにああいうものを作ってる。そうです、それを作らせていただいてます。はい、でそれをまあ弥生とかとほぼ同じようなことができるんですけども、はい、それで例えば弥生とか勘定奉行とかそういうのを使ってて物足りない、うん、あとはこういう機能ついてない機能ですね、うん、そういったものを追加したいときにあの声掛けいただく、そんな感じです。フルオーダーですね、お客さんに合わせて1本ずつ作る、そういう仕事ですね。そうそう、ね、ちょっとあの詳しくは分からないですけど、私も昔、ね、10年以上前はそのパソコンの販売とかメンテナンスとかもやってたんで、やっぱりいろいろ聞かれるんですよ。でそうするとその会計のソフトとかで例えば、まあ、弥生とかで顧客ナンバーをつける、でお客さんのところの、いや昔ながらうちこれでやっててお客さんのナンバーが、ね、2つあるんだよとか、あと何かでそれここの枠にはそれ6桁までしか入んなくなってんだけど、いやうちこれ10桁欲しいんだよねとかって、そういうのは勘定奉行とか弥生とか無理なんですよね。はい、そうですね。もうそしたらばもう UI システムさんに頼むしかない。はい、そうですね、企画会っていう、うん、そういうものですね。そう、そういうので多分困ってる方とかもね結構多いんじゃない。なんだろう、もうだってね、プログラムとか目の前にすると、あもう私が合わせるしかないのかなって諦めてると思うんですけど、実際にはいやソフトの方が合わせてくれるっていう世界なんですよね。そうですね、はい、やっぱりソフトに合わせることによって業務に支障が出してしまってはいけないんで、うん、やっぱ業務改善の一環としてあのご注文いただくっていうことも多いですね。そう、そうですね、私がそう前にそのちょっとお客さんと話したところは、なんと笑っちゃうことに、そのなんていうんですか、その、うん、顧客のなんていうの、そのまあ、例えば一覧表がその2種類あって両方にお客さんの名前入ってるんですよ。で片っぽしかその弥生では管理できないんで、弥生でプリントアウトした後にもう一冊の方の帳簿とこうね紙で照らし合わせてるっていうのはすごい、なんかその状況分かってるんですよね。そうですね、データがリンクしてないから、うん、まあ、そうですね、それで二度出まなきゃ入れない、同じことをまた入れなくちゃいけないんですよね。多分まあちょっとね、鈴木さんじゃなくて本当に大変申し訳なかったんですけど、その当時もう私もそんなの分かんないからっていうことで、うん、別なソフト屋さんですけど、うん、頼んで、いやよかったって言ってたから本当によかったと思います。そうですよね、二度手間の業務って確かにそうなんですよね。決まり切ったソフトですとそういった要素っていうのはあると思うんですけれども、はい、そこら辺を一手間、それだけで時間半分になりますからね、うん、それで業務改善ということにもつながると思いますし、はい、そうですね、間違いとかも少なくなりますしね。そうですね、やっぱり手間を省くっていうことはそれだけ作業も減りますからね、はい、入力作業っていうのも減るわけですから、間違いも当然減るっていうことにつながっていくのかなと思いますね。ところで、まあ、現在とか今までに開発したそのソフトウェアアプリケーションというんですか、どんなものがあるんですか。はい、ですね、一番うちが多いのは給料計算でして、はい、そちらのカスタマイズですね、うん、それが一番多いです、はい、で次は請求書とか、はい、利上げ管理ですね、うん、そういったもの、その2本が大体9割方が占めてるんですけれども、うん、はい、で給料計算の方でもですね、派生して、社会保険労務士さんっていう方々が使うシステム、それが一番多いです。でその方、はい、社会保険とか労働保険の届け出を役所にするんですけども、そちらの情報にとかができるような、それが多いですね。それは機械に任せた方が絶対いいですよね。そうですね、雇用保険番号とかその台帳見ながらやっぱ書くとですね、間違えたりっていうのもあるんで、それこそ本当に二度手間じゃなくて登録してあるデータを生かすっていう部分では、そしてシステム化した方がいいですよね。売上の管理のシステムとかで、
もうねフルオーダーで作っていただければ桁数とかも制限ないわけじゃないですか、はい、あのちなみにそこのあの整え屋さんなんかは毎日億単位の売り上げあるとなんですけど桁とかは間に合うってことですか？いくらでも拾えあと館長科目で袖の下っていう項目も作れるんですか？そうですね、感情袖の下とか、あと日付を31日を32日にするとかですねそんなようなこともまあありますよね。おまんじゅうの下に入ってる現金とかはどこまで話しちゃうんだいやいや、徳間屋さんそういうことやってますけどね、はい、いつの時代の話結果的にはそのバレちゃいますからどうですか、なんかこういうようなこれからでもこういうソフト使ってやる時代になって、うん、昔はほら手書きだったじゃないですか、でやっぱりこう組合だったりその商工会さんなんかもねだんだんそういうソフトを使ってやって提出してくださいみたいな流れになってたりとかするので、うん、うちの親なんかまだちょっとこう頑張ってね手書きでやってるので帳簿をやってますよ、手書きでやってます、ね、だんだんその要は提出する受け取り側がそのこういうふうにやってくださいっていう流れになってきてるんですよ、ね、うん、そういう時代なのかなって今ちょっと思いながらも聞いてたんですけどね、まあ、電子申請とかそういうのも今税金とかそういったのも広まってきてますからね、すべてがなんかそっちの方が早く終わっちゃうみたいな流れがね、うん、ありますよね、手書きの利点はもちろんあるんですけどね、やっぱりやることによって頭に入る、でコンピューターって意外と機械的に出ちゃうんで本当に作業っていう形になっちゃうんですけどね、手書きの利点ってのはもちろんあると思うんですけど、ね、でもねそれ分かります、うちでそれホームページとかを作るときにお客さんから原稿を預かってね、デジタルデータだったらばコピーペーストっていうこともありますけど、こういう紙のね会社案内とかで打ち込んでるから絶対読んでるはずなのに、後でねお客さんに聞かれてねさっぱり分かんない、なんだろう、文字としては打ち込んでるんだけど文章になってないんですよね、そういう時ってね、そうですね、で あ打ち終わりましたって言って持ってってさ話聞くと、で何か聞かれるとはっ何でしたっけそれみたいな、そうあります、ね、多分それ手書きで手で書いたんだったらばきっとね、うん、どうですかふーちゃん、こういうお仕事、うん、これだけ自宅でけけ、はい、トムさんの話聞くまでは全部なんかその仕事仕事全部ノウハウとかまで全部分かってんかなって思ったら、なんかトムさんに聞いたら意外と頭に入ってないままそのこなしてるっていう、そのそこあんまり掘りすぎない。結構マクロの部分って言ったんですけど、まあ、大体もこうだろうなっていう流れがつかんで、詳細までなんですけど、多分作業になっちゃうんですよね、きっとね、うん、仕事としてこう目を全部通してるわけじゃなくて、変な話一箇所ね金額入れちゃうと自動計算しちゃったりとかしちゃうから、数字としてしか見てなくてっていう感じになっちゃうかもしれないですよね、そうですね、手書きにはそこら辺はかなわないですよね。これはもう所得の給与計算が多いんで、所得税とかの雇用系の計算とかってあるんですよね。でそれを勉強するときっていうのは Excel とかそういうの使わずにやっぱり記帳に起こして書いてっていうふうにしてやるようにしてますね、みたいな。じゃないとやっぱり落とすんですよね、わからないまま作っちゃうとその変な結果出てきちゃうんで、そこら辺のやっぱり把握しなければいけないところで、重要なところってやっぱ手書きで覚えるっていうのはありますね、うん、覚えることすごい多いですね、覚えることはすごいですね、大体同じようなことなんですけど、細かくちょっと変わるかなっていう感じなんですよね、業種違っても
例えばパン屋さんであったり飲食店であったりとか、そういったところでも大体一緒なんですけども、使える材料が違ったりとか、ちょっと科目が違ったりそこら辺だと。楽しくさせてもらってますけど、いろんなことわかるんで、あれ何でしたっけ、こういうデータベースとかってあれ2種類ありましたよね。はい。なんかアクセス系と、もう、はい、あのデータベース、そうですね、リレーショナル、リレーショナルですね、うん、RDB 系とそのデータベース系、あー SQL サーバーとかアクセスとかっていうものですよね。まあ、そういうデータベースとかの仕組みっていうんですか、なんかあれがやっぱりこう腑に落ちるまで、まあ、もちろんそんなのね、何十年も前のことだと思うんですけど、あの考え方ってやっぱり普通の人ってないですよね。そうですね、あの1レコード台をこうあの積み重ねていくっていうのが確かにデータベースですけども、目に見えないですか、確かに。そうそう、あのあアクセスがリレーショナルとかってやつですか、はい、そうですね、RDB ですね、はい、それがやっぱりあの最初に入れ物の数と大きさを決めるとか、あのよくあのアクセス入門と、あアクセスっていうのはあのワードとかエクセルとかをご存知の方多いと思うんですけど、うん、それのシリーズのデータベースのソフトなんです、ね、それの入門みたいなので、すごく優しく書いてあるのだと、最初にその入れ物の大きさと数を決めなきゃなんないとか、なんでやねんとかって思うんだけど、ある程度やっていくと、あそれが適当だと、あれ大変なことになりますよね、後から。そうなんですよね。一度登録したの変更なかなか効かないですからね、データベースが確かテーブルにありますね。それで、まあ、ここら辺の一般の人たちが UI システムさんの、まあ、お世話になるとすると、どういう可能性があるんですかね。はい、一番はインターネットがつながらないとかですね、そういったお問い合わせをいただいたり、はい、パソコンが起動しないとか、はい、そういうお問い合わせが多いですね。あ、そういうとこから見てくれるんですか。まあ、ここ仕事的にはやってないんですけど、あの時ですね、たまにあの Facebook 私もやってるんで、はい、そちらにこんな感じなんだけどってメッセージいただくことはあります、ね、うちのお客様としてはほぼ100%近いぐらいの法人のお客様、事務処理っていう形で、あなるほどね、個人でも個人の事業主さんとか、そういった方々のお客様になってます、はい、でここで UI システムさんは、はい、いつ頃からやられてる会社なんですか。はい、今から30年前に私の父親が趣味で勝負しまして、趣味で本当趣味で。でそれに引っ張られて今私2代目でございます、はい、なんかシステム屋さんの2代目って珍しい方じゃない。早かった方だと思います。子供の頃からコンピューター好きでやってたみたいだね。子供の頃から、年齢ちょっと分かんないですけど、子供の頃昭和20年生まれなんですね。で30年か40年代らしいんですけども、アメリカから、まあ、8年パソコンがあったのを輸入して、それで世界かその頃はなんかプラモデルみたいだったらしいですね、パソコン自体が。でそれを自分で組み立ててなんかやってたみたいなので、それって何でしたっけ、昔流行ったあれ PC6800 とか、なんかあれよりもっと前の話ですよね。らしいですね、みたいですね、うん、あれは組み立てなくても使えてたんだから。そうですね。その頃にパソコンってどうやって興味持ってるんですか。わかんないんですけどね、まあ、機械類とかそういうのが好きだったらしいんですけども、まあ、こう画面上になんか自分で作ったものが表示できるっていうところに魅力を感じたっていうふうには言ってありましたけども、まあ、具体的にどんな感じだったかわかんないですけどね。だって、世の中っていうか普通一般的にそこら辺にパソコンの存在を知ってる人いなかった頃ですよね、多分ね。ですね、ちょっとそこら辺詳しくは聞かなかったんですけど、好きでやってましたね。子供の頃はそういうおもちゃというかコンピューターの残骸みたいなたくさんうちの中に転がってましたね。
私はそれ見て好きにゃんで正直ならなかったんですけど、でもまあ今はもうそれが仕事に、そうですね、よくね聞く話ですけれども、あの事業継承とか、まあ、要するにね代替わり、親から仕事を受け継ぐのって結構難しかったり、考えの違いでトラブったりとか、そうですね、はい、そういうのも結構ありますけどもね、とりあえず変な話ですから言われたことを言うこと聞いてやってるような状態です、ね、あ今社長さんは、そうです、一応私社長なんですけど、ああじゃあ会長さんとかね、はい、そうなんです、一応そういうワンマン会長みたいな感じなんですか、そうですね、なってますけどね、はい、あ今メッセージいただいてますけれども、鈴木さんの人間性は素晴らしいですと、遠藤さんからですね、鈴木さんのって書いたのは我々は覗かれてるんですかね、そういうことですとんでもないですね、いやまあ多分ね、うん、あの先週ちょっといろいろこういじっちゃったんだね遠藤さん、はい、私もお願い事ばかりで遠藤さんに結構お世話になってて、なんかイベントある時とかはいろいろとお願いしてやっていただいてるんで本当に助かってますね、いやね、先週見ていただいたんですね、はい、ね、そうですね、はい、店長出てらっしゃって、ね、はい、もういきなり現れたんで、まあ両骨つながりっていうことで、私失敗しないのでって言ってもらおうかなと思って何回も言おうかなと思ったんだけどね、ちょっと言えなかった怖いからお、石黒さん、あ、タクちゃん、タクちゃんですね、お懐かしいですね、あ、はい、お、ご存知ですか、そうです、だいぶ前ですよね、来ていただいたのね、結構前ですよね、ね、そうなんですよね、那須で私ちょっと勉強会やってたことがあって、はい、その時にお越しいただいて石黒さん、ね、はい、ですね、石黒さんまたそろそろ来てくださいみたいなはい、ということで、いろいろね今時代は AI とかどうのこうのね騒いでますけど、UI システムさんの今後の展望とかどういう風になっていきますかね、はい、ですね、同じくやっぱりソフトの開発は続けていきたいと思ってるんですけども、今、はい、正直業種問わずやってる状態なんですけれども、はい、一番給料計算が今得意 で、うん、で出てる本数も一番多いものですから、はい、この給料計算に関わる人事関係のシステムとか社会保険労務士さんですねが使うシステムっていうのをもっと充実させたいなっていうふうに思ってます、ここはそっちの方ですね、うん、で当然クラウドとかそのインターネットじゃない部分で今やってるんで、そちらも一応クラウドで動いたり動いたりするようなですね、そんなようなシステムにしていきたいなと思ってます、なるほど、今お客さんってどの地域的にマッサージ使いの A 会でどこら辺までいらっしゃるんですか、はい、ほぼ栃木県っぽくお客さんは、いい形でやってるんですね、はい、で元々うちの父親が始めた時事務所から30分以内のお客様だけだなでやってたんですね、うん、で給料計算から始まった会社なんで、はい、給料計算っていうのは待ったなしなんですね、今動かないって、うん、明日まで待ってくださいって言えないもん、確かにね、給料の支配ほど怖いものがないんで、うん、それなんですぐに行けるっていう体制でやってたん でそのまま続いて今県とかですね、お客様は集中してます、はい、だんだんあれじゃないですか、こういうお仕事もお客さんとか増えたり規模が大きくなってくるとだん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 ここ都会の方とかに行ったりとか、そういうふうにはしないで地元でやってるんですか、地元でそうですねやってます、はい、サポート重視で考えてますんで、なるほど、そこら辺ですね、ソフトの品質とかそういうのを比べたらパッケージは正直かなわないんですけれども、うん、まあ、動いてなんぼの世界でちょっと仕事してるからあるんですから ね近場で、いやこれ業務秘密とかにはちょっと触れない
範囲で弁当製造納品システムって、これコンピューターが何をするんですか？弁当の消費期限とかですね、まあ、売上管理もそうなんですけど、ラベルの発行なんですね。で、まあ、作って在庫になっているものもですね、その消費期限が切れてるかどうかって確認するものなんですけれども。なるほど。相当前のシステムで、ね、ですね。どうですか、ちょっとなんか気になったところとかないですか？寝具店なんかはやっぱりあれですかね、はい、その製造、はい、寝具店はですね、貸し布団なんですね。ああ、なるほど。貸し布団、はい、で何日間貸すとか、予約とかですね、はい、そういったものの管理ができるんで、はい、なるほど、そういうのですね。それも手作業でやってるとあれですよね、ブッキングとかしちゃったらね。そうですね。なるほどね。そうですね、今どういう在庫が残ってるかとか、そういうのを管理したり、でプラス売上を上げていくっていうものですね。でいついつには回収するっていうことなんで、その回収依頼書みたいなのが出て、営業担当の方がそれを管理して回収していく。あ、そうか、回収だって行くの忘れちゃったら大変なことになりますよね。そうなんですよね。店長どうですか？うちなんかだと予約管理になるかなと思いますよ、はい、診察とか。最初っていうか、まあ、うちもそういうのをちょっと入れてるんですけど、お客様からは見えない状態で、こっちからは見えてて、でお客様がここに入りたいっつってやって、入れたら入れる、入れなかったら違うところとかお選びくださいみたいな感じなんですか？で最近なんかどこなら空いてるって言われるようになってきちゃった。何日空いとうかなんだろう。ああ、そっかそっか、お客さん側からはその在庫が見えない感じなんだね。在庫っていうか、うん、空きが、そのあんまりお客様がいなかった時に入れてたから、逆にこうガラガラで恥ずかしいじゃないですか。で今それなりに入ってきたんで、あ、なんかここでちょっとここ空いてますよみたいなのを見せられればなって思って、どうしようかなって感じなんですけど、そういうのも。そうですね、はい、そうですね、インターネット使う形だと思うんですよね、はい、ホームページとかにカレンダーとか、Google の機能とか使ったりとか、そういうのでもできると思うんですけども、はい、そういうのも、はい、そうですね、開発はいたしますね、はい、あまりにもアナログなんで、カレンダーに時間とお客様のイニシャルを全部書いて、それを写メ撮って、それを Facebook に載せようかなとか考えて、まあ、うん、あれじゃないの、一回ね、ちょっと鈴木さんにお願いして、多分5、6000万ぐらいあればできるから、一回飲みに行くの我慢すればどうかな。どんだけ、ありがとうございます。どんだけのお金がいいです。でもね、システムの予算ってこれは本当に、難しいですもんね。そうですね、確かに細かく話してからって感じですよね。そうですね、そこで建物建てるような感じだと思うんですね、うん、関さん、こういった作業、まあ、こういうな部分というか機能ですね、こういうのつけていって、はい、最終的には関さんしていくらになるかっていう形はなっていくと思うので、はい、はい、ということで、何かあります？質問とか。先ほど名刺をいただいたんですけど、はい、iPad iPhone 向けソフトウェア開発、はい、iPhone 使って興味あるんですけど、はい、どんなものを、はい、一応それで今開発したのは顧客管理のシステムと、あとカルテですね、ものを使ってやってます、はい、iPad 結構面白いんで、はい、
クセスが Windows で、でファイルメーカーっていうのが iPad っていうふうにつける、はい、そのどっちもデータベースソフトなんですけども、でそのシステムはお客さんもいじれるようにしてます、はい、でうちで基本を作って、でファイルメーカーなんで、はい、ユーザー先にもエディターというかそれがあるんで作れるんですね、修正とか。だからちょっと、お客さんとうちで両方で開発していくっていう形のものです。お客さんの方もあれですよね、 iPad とかで操作ができるとかっていうとまたちょっとこう敷居が低くなる、はい、そうですね、うん、でそのファイルメーカーっていうのはほとんどコードを書かなくて済むんで、コーディング技術はあまりいらないんですね。で細かいところになると多少必要な部分もあるんですけど、大体のところは、まあ、部品を持ってきて貼り付けて、でデータを導入するかっていう設定をしていけば作れちゃうんで、比較的簡単にできちゃうと思うんですね。それなのでお客さんと一緒に開発ができるというのもあります、ね、じゃあまず興味とかがあったり、あとはそういう、ね、今お話したような中でちょっと不満とか、問題点とかあれば、まあ、相談してみるといいかもしれないです。特に給与関係の社労士事務所の方とかはね、はい、ぜひお問い合わせくださいみたいな感じでよろしいんでしょうかね。はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ、よろしいですか。あ、はい。あれ、ホームページが UI システムさんで検索で出てくる感じですかね。ですね、出てこないんですね。ああ、はい。Google とかで引っかかっちゃってるみたいで、うちでリモートのソフトをですね、ホームページに載せてるんですけど、それがウイルスと間違えられちゃってるみたいなんですね。それで Yahoo とか Google で一切出てこないホームページになってまして。そうそう、ホームページのところで、そう怪しい動きとかがあると全部バツなんですよね、今ね。そうなんですね。そうそうそう、申請とか出せばいいみたいなんですけど、ちょっとやってないし、まあでも一般的にあれですもんね、ホームページ見てもらってっていうよりはちょっと違いますもんね、お仕事がね。ですね。ね、まあ他もしてないんですけど、ホームページからはお客さんまだ行けないって状態です、ね。はい、まあじゃあ Facebook の方でね、はい、鈴木さんで、検索していただいたという感じで、はい、はい、いいですか。はい、ありがとうございました。